一品と超図言在中は、江戸時代後期の絵師。縄地縁、字は絵。在中は郷で、別号は我が言う。原葉の祖、京都出身。先祖は、若狭国小浜出身で、聖家は醸造業を営んでいたが、在中が師となったことで、原家は絵を家業とするようになった。市は、石田雄帝、あるいは丸山王居とも、両者を接中してじめ雄帝に学び、 一時兄弟子の王居に就いたとする説もある。小賀美孔によると、王居没後、在中は、自分は王居の弟子ではないとし、これに腹を立てた元句が王居の子、丸山大水のところに行って、門人帳を調べると、在中の自筆で入門と名簿に書いてあったという。実際、大乗寺に残る演算派の門人名簿には、原在中や元句の名が記されている。反面、 在中の画風に王居の影響は強くは認められず、王居一門が総力を挙げた二度にわたる大乗寺小壁画政作にも在中は参加していない。今日にも多くの対策を残す在中が王居の弟子ならば、当然指定関係を示す資料がもっと多く見出せるはずで、王居十明の一人にも数えられたであろうことを踏まえると、どちらとも断じ難い。また、仏画を。 山本元たに学んだという、在中26歳にあたる安永四年版、平安人物史には、王居、伊藤若忠、池大賀、与三村、餅月玉泉、五春、蘇我昇白などに押して載せられており、当時すでに一家として認められていた。完成2年の金利造営にも、仮の早と佐波の絵師や、王居、玄、長沢露節、元区、田中突玄らと共に、 小壁画制作に参加している。文化10年頃に出版された平安画しずもうでは、一方の大関、元区に続いて関分けに記されており、当時の京都画壇の中心的存在だったことがわかる。文化、文世紀には大事者の小壁画を多く記号しており、それらの多くは中国や日本の古画に習っている。晩年の作品も残っているが、 それらは細密な筆致と命令な彩色がなされており、おいても出力の渋滞や衰えは感じさせない。天保八年死去。墓所は中京区寺町通り三条上がるの天聖寺。江戸後期の多くの絵師がそうであるように、寺寺を訪ねて、元、民の子賀や、蚊の元信や江戸倉の名画を独学し、またと佐派の細密な色彩や同時代の王居の写実的表現を取り入れ、 ハラハと呼ばれる一派を形成した。長寿だったこともあって作品がよく残り、外気も広い。山水、人物、課長、操縦などを、漢画と大和絵など多彩な画法で描きこなした。仏画、心臓、肖像、絵馬なども巧みで、障壁画の大作でも画面を破綻なくまとめている。また、夕食古実を研究し、新学者の手島と案と交流したという。長男、 原有り次男、原有明、三男、原財前、四男、原有地下。長男、財政が感動されたため次男の有明が家督を継ぎ、原派は原、原財将、原財前と続く。他の弟子に、高倉有りなど、ありがとうございます。